俺貨物単脇でバイタル等でエレキなのよ最終が、うん、で俺名役も見てないからどこで上がってたか分からへん、死人がないから俺は普通に藤宮君の方を疑ってほしい。あゆりさん最初それであんなところにいたのか。はい、クルメイト。あー首が痛い、よいしょ、まとめと、おお、やった、今日はいっぱい弾けるね。あら、あらキッチン端脇です。ジュニア視点武雄さんがほぼ無理っすね。手で直した人誰ですか。はい、真ん中左から2番目1枚左です。はいでアルメイケが無理、うん、貨物脇3人でハイネマンの前までも最後見合ってる。アルメイケが どこ、あ、貨物ですね。貨物、うん、はいはいはい。サントス無理かな。はい、まあ無理そうっす。ネロちゃんってどこ行ったの。宿舎脇ダウンロードした後にヌーンで右に行ったら武雄さんと藤宮がいた。うん、うん、いた。なので一応アーカイブ脇が藤宮武雄で、武雄さんが速攻で昇降機右に入って、僕はアーカイブで本タスクやってたんで僕の城は出ませんが、武雄さんの城は出せます。うん、モージさんの位置って出てましたっけ。出てない、出てない、キッチン端脇なんですよ僕が。隠してない限りはあの人は、あとね、3、あ、いいよどうぞ。宿舎が多分高ネロだけ、高ネロサントス、あ違う、サントスがエンジンからか。そうそう、サントスはいないはず。そうブリトス、ブリトスがエンジンで、宿舎にいないのは、いないのは私視点でも否定できます。金庫と他一緒に見たんで、宿舎2人で高田ネロで2人隠しないことは私視点でも保証できます。メイン脇だけ出てないか、うん、じゃあメインか、まあ規定がキッチンか、うん、一応ハイブリはメインの方向に行ってるけど見てない。ちなみにエンジンから下ってきてるパターンが自分視点でほぼないです。うん、なんでなんだっけ、フジトスはなさそう。あ、じゃあフジトスじゃあブリトスか。僕はまあ一応ブリトスがエンジン脇隠してるのはあんまなさそうかな、うんうん、アーカイブ脇は誰なんだっけ。藤宮武雄、うん、藤宮っぽいかなっていう感じかな僕。あ、でもじゃあハイブリさんが単浪であると思うんですよ、メイン脇で右行ってるから。そう、俺はメインに行ってるし、うん、ただ俺誰の死人もない、藤宮君も見てないし、で俺メインからシャワールームのところまで行ってんのよ。シャワー今入るところまで行ってんのねで全部の部屋は見てないけど、まあ、暗室は見てるから、うん、多分メインにもいないと思うよ。あ、メイン脇でエレキ行ってるか右行ってるかとかってパターンじゃないですか、メインに湧いてるとしたら。そうだね、でもそうだと場合だとアーカイブとかも、まあ、僕がキルしてる場合はお前さんがメイン脇でアーカイブ切ってる場合、でも藤竹って最後見合ってるんですよね。最後は証拠機右で見てます、うんうん、お時間どんぐらいだったっけ。まあまああったっけ。まあまあありました。まあまあ、はい、一応藤宮はやりにくい位置ではあると思ってて、藤宮がやってる場合は貨物脇かメイン脇、おもじさんが貨物かメイン脇で、最初の10秒ぐらいに切って昇降機右に駆けつけるぐらいしかないんで、割とやりにくいかなって思う。貨物はある名系なんで絶対ないですね、うん、メイン脇くらい。だからメイン脇かキッチン脇のどっかっていうラインを、うん、いや基本ハイブリさんっぽいかな。ラインってさ、うん、何してたのタスクは。アーカイブで本タスク、うん、全部しまい終わってから来たって感じだよね。そうそう、一応藤宮が昇降機右に来たのは停電が終わってからだね、うん、鬼木がはしご登るぐらいで、ね、多分藤宮来てるから、うん、初ターン20秒ぐらいだったと思う。いや俺、うん、15から20ぐらい、申し訳ないけど俺視点はだってキッチンのプテ君ターン脇のところもあるので、うん、いやだから僕視点は止めないけど、うん、もちろんね、うん、ラインとかもあるかもしれないからね。全然僕は弾かない方が、うんうん、かなと思う、安全かなと、うん、藤宮君があるとしたら、まあ、多分シャワーないだと思う、うん、
一応俺視点はメインの暗室見て除染とか見れてないよね、停電中やから。ただシャワーの扉は開けたところまで行ってレポートはその間光ってないからメインにはないと思う、うん、エンジン脇メイン入って暗室タスクのみですか。暗室タスクやってその後扉開けるところ扉閉まってなんかタスク少ないなと思うけど、うんうん、まあ、それ僕ダウンロードやって停電治ってくのを見て上まで行ってで終わりだもん、ね、結構長かった印象、うん、あ、ごめんなさい、ネロちゃんってどこにいたんでしたっけ。ネロちゃんは最後は昇降機右、宿舎脇で昇降機右か、違う、ダウンロードしてから昇降機右に行ってる、だから相当時間はあったと俺も思うよ。ただネロちゃんの場合はプリトスがエンジン脇だからそこまで人外になってない、うん、メインで切るぐらいしかないんじゃない、まあ、プテブリフジが本戦か、うん、まあ、タスクに関してはね、初動どこに行こうかなって思ってたから初動自体が遅かったっていうのはあるぐらい。なんかエンジンの庭木で疑われるのが嫌なんで昨日も今日もハイブリさんには入れときますとだけ言っときます。やめろや、それ入れたから白だとは思わないですけどね、うん、絶対釣れないしこの見た、うん、なんか特にこの序盤の投票はそんなに白くは感じないけど、まあ、ハイブリさんはちょっと移動経路は短いかなと思います。停電は僕かなり早く直したと思うので、うん、早かった、うん、早いと思いますよ。1秒ぐらいで直ったと思う、うん、早かった、待機してすぐ駆けつけてもう直っていく瞬間だったから、ま、初動だからねま、ま、何回も言うけど、うん、だからキルして停電っていうよりか停電してキルしようとした感じじゃない3、4、5、6、7、8、9、10。今ネロちゃんの下に見てます。シャワーのタオルタスク、はいはい、今回ハイブリさん無理ですね。同じくプテ君無理です。ずっとついてこられた、ずっとつけ回してました。アルメイも無理です。ああそうだね、アルマは絶対無理だな。まあ計算も無理かなって思います。計算石油から左に行ったし行きました。竹雄さん残してた感じ、浮いてるんでバイタルで最後終わりです。2秒前には死んでました。浮いてます。最後俺は金庫入ってます。金庫？金庫、アルマが置き換えタスクのとこいて、俺が。ああ、オッケー、そうです。ちょうど置き換え終わったところで終わったんで見えてなかったっす。まあまあ時間あったよね。長かった、長かった、長かった、長かった。停電直したのは誰ですか？あ、僕です、僕です。展望で停電直して、ね、その後宿舎までメイヤさんと一緒に歩いてって、僕が金庫メイヤさんミーティングに分かれてボタンって感じなんで。そうね、藤宮支店でも左側に置いてきたのがアルマメイヤタケオなんで。うん、まあ、この3人は僕視点からも弾けます。あくん白そうだな。アルマ白いと思いますね、うん、藤宮って武器庫からどこ行った最後は。武器庫から今シャワーのタオルタスクで死体発見、うん、あ死体は見てるって言ってたね。竹野さんと一緒にメインからしてるの見てる、うん、エレキからメイン上がってそうそうシャワー入ってくのは見た。うん、あれ今回他はどういう城だっけ。エレキに2人って どっちから入ってんの。あ2人ともキッチン石油って感じだと思います。なるほど、ね、プテブリで城取りやってましたけど、プテさんはコックピットに行くの僕も見てるんで、ちょっとハイブリさん見えてないですけど、プテさんは実践からも城があるって。あもう完全にひっついていってますね。コックピットに一瞬行ったんだけど、あのハイブリさんがなんか目の前でキル取って僕なつってくる可能性もあったんで一回離れようとしたんだけど、なんかハイブリさんとルートが被っちゃったんで、ああもうずっとつけ回してました。ごめんなさい、シャワーのどの辺で死んでんの。タオルタスクよりやや上、まあ扉下ぐらいだから、タオルタスク終わって抜けようとしたぐらいかなと。
アーカイブしたくらいってこと？そうそうそう、扉に張り付いてた。結構序盤に死んでると思ってて、直近じゃないと思います。高橋さんってどういう経路で来たんですか？俺はエレキメインエンジンのルートなんだけど、エレキで K さんと俺とネロちゃんが一緒のタイミングがあって、でネロちゃんがメインに上がり、俺がその後にメインに上がっていて、でメインの除染室入った時にネロちゃんとかがいないから、そのままシャワーに入ってるはずなの、ネロちゃんって。うん、それ結構序盤の話っていうことですよね。序盤のエレキで K さんと俺とネロちゃんがエレキいたのって序盤だよね多分。あ、 K さんってじゃあ序盤のキルじゃなさそうじゃないですか？え？じゃだから。とりあえず神器壊しとっか。いや、ちょっと来たら嫌だな。あら、メイヤーさんはエレキからメインに上がるのを見てます。多分直近キルじゃないですか。結構いいタイミングで僕ボタン押したんで、うん、そうね、結構早かった気がします。でアルマもメインの右側には走ってったけど、暗室から出てきたのが藤宮。うん、あ、じゃあシャワーには絶対来てないですね。アーカイブ下のドアが閉まってる状態で僕がタオルを全部拾ってシャワー配線もしてタオルタスク入れ始める終わりなんで、そうメイン右の扉が閉まってればアルマは無理なんだけど、いやメイン右のドアもともと開いてた。あ、開いてた、もともと開いてたところを僕が入ってって、うん、でアーカイブ下のドアがずっと閉まってる状態でシャワーの奥にも行ったけど、うん、アーカイブ下のドアがずっと閉まってる状態だったんでシャワーの方には来てないですね。いやダメだな、シェリフなんですけど状況が詰まりきらないので、アルマ君は今までの功績を置いてちょっと一旦白置きで進めません？そう、うんうんうん、何か消しましょう。次のキルで言うと藤宮、サントス高田健室の3択かなって思って。あ、でも初手検査詰めた方がいいんじゃないかなって思います。あ、ちなみに僕そういいと思います。ハイブリさんは僕視点でめちゃくちゃ人外だと思っているから。なんで？僕と並走してたターンハイブリさん宿舎脇で僕と2人きりでボタン押してないですよね。まだね、押してないよ。だって長かったから俺は思うから、ごめんなさい、俺は普通に長かったから死体が起きてると思って死体探しに行ってた、うん、あ、死体探しの動き、タスクしてる動きだったけどね。まあ、まあまあ、とりあえず僕視点では、まあ、ハイブリさん人外だと思うからここ釣りでいいかなと思います。でもマットっぽくないですか？いやいやいや、ハイブリさんってマットか、まあ、2キル目は無理なんだけど初手キル、まあどっちもあるか一応。まあでもハイブリさんマットだったら藤宮インポスターだから。いや、そうじゃないですか。俺がハマったらポテクモ容疑者に質に入るでしょ。で、藤宮さんはもちろん、もちろんね、自主点だし、自主点まで。いや、竹雄さん、藤宮君についてはどう思う？初日のキル。まあちょっと難しいと思うよ、キルは。OK、じゃあ、ハイプリさんを釣りでいきたい。はい、ちょっと待って、俺、じゃあ、太鼓藤宮君かな、ごめん、今のちょっとキルに関しての話をしたくって、俺、貨物炭脇で、バイタル等でエレキなのよ、最終が。で、うん、俺、迷惑も見てないから、どこで上がってたか分からへん。死人がないから、俺は普通に藤宮君の方を疑ってほしい。あゆみさん、最終位置はどこなの？エレキ。エレキからセキュリティ入ったとこ。どこかの、誰かの死人は？ない。ないけど、その話がしたかったから喋った。今回、何が何でもボタン行きますので。ボタン優先の方がいいかもね、一応。マットの方の可能性あるんで。ファントスってミーティング？今。ミーティングオフです、そうです。あ、僕もコミ行きます。ボタンは使ってます、高田さん。押せなかった、私。ああ、そういうことね。うん、いや、良いね。大丈夫？いいキルペ。さあどうだろう。ハイブリさんってマットですか？マットだよ。ああ、やっぱね。え、あ、マットなんだ。それはそうなんだ。なるほど。内房。会話なしだな。あれ？水ずれか？マット？マジ？マット？あ、兄貴が持ってかれてんの。あ、持ってかれてる。マットだ。あぶねえ。じゃあ実施点で藤宮で確定しているわ。うわ、これむずいな。これピンチだわ。いや、まあ、プッハシ藤宮で釣るしかないっす。そうっすね。僕視点は1キル目がハイブリさんマットの藤宮キルで、2キル目も藤宮できるんだよね。2キル目はね、チェケできないね。
生きる目に関しては浮いてたのが高田さん、藤見、まあ藤見は死体発見なんであれですけど、サントスさんが一応バイタルで浮いてた。そう、生きる目は私が余裕者。いやごめん、プテさん釣りにしかなんないけど、竹尾さんが一応ハイブリッドさんのマットの可能性は、まあ、そうね、初手切るで竹尾さんが藤見に白出しちゃってるんで、うん、僕釣りになるのはあれですけど、もう負けですこれは。まあ、最初は白は出てないけど、まあ厳しそうっていうあれっていうだけ、まあ、厳しそうならね、僕も同意なんだよ。ダウンロードしてで停電上がってくるのを見て、でその後合流してるってことでしょ。アルマくんどう思うよ、プテさんとか。いや普通に言ったらプテさんなんだよな。そう、一応僕あのボタンもちゃんと押してるし、ハイブルさんがボタン押してなかったから釣りたいっていう議論だったんだけど、まあ武雄さんがあの厳しいって言ったことが本当はできるっていうぐらいしか僕はもう主張できないです、初手切るで言うなら。でも藤宮がインポスターの時って人数これ押さなくていいんだよ、これ押さなくていいんだよ、押さなくていいんだよね。小宮側にさ、まあ、3人ぐらいいたはずで、ね、一応昇降機右で自分が待機してて、押さなくていいけど押したら僕のこと釣れるから押すメリットはあると思うから。でも左いた藤宮だけで昇降機右には誰もいなかったです。実際マットを釣りをしたのもプテさんの方が強い印象はあるんだよな。まあハイブさんはインポスターだと思ってたからね。まあこれはでもね、もうお任せします、もう僕言えないわ。あと藤宮は仮に、うわ、 仮にハイブリさんマットメイトだったら藤宮ってねハイブリさんマットメイトだからやめてる方がいいんじゃないかっていう提出した人物だから、余計クルーっぽく。その場合ってプテ端から釣った場合はもうより勝てるから。まあ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 ね、まあ、プテがクルーの。ちなみに高田さんが藤宮をサポートしてるように見えて、そう、怪しんでる高田さんが守ってるからってのもあるんだけど、でもプテさん釣ります、ごめんなさい。ありがとうございました。いやー見事、いや奇跡のもう一回ボタン押していきます。俺がインポスターだったらね、相方サントスとかあり得る。ボタン押したのでコミの方回ります。なんか奇跡のもう一ボタンお願いします。いやありえますよ、サントスの相方一はあり得る。いやーまあ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 高田さんだろうな、どう考えても。じゃあ高田さんに言えるね、隠れてんぞ、なんか怒れ、無理だな、クルーがこれは厳しいな。ああ、二人で行ったら、あ、そうだな。あ、みんな行っちゃった。ワンチャンケイさん勝てねえかな。ああ、そっか、打ち負けた、ナイス。あれ、あ、でも、あ、同州チームになってんだ。同州チームになってんだ。あ、ほんまやね。あれ、同州チームだったらなんで負けなんだ。なんだ。僕キル判定の方が早く入ったから、その時にも早かったからじゃない。あ、そうか、だからボスになったってことか。それで不安ってそのキルはどんな感じに。キルは僕がメインで切って小国右に行ってたこれは無理だ。女性の中で死んでて、多分ブリさん見えとったってことかな。ハイブリさんがマットで隠したって感じだよ、うん、多分、うん、ギリギリメインにいる藤宮くんが見えたので。いやー釣れねえなー藤宮は。ジンガイっぽかったな。いやうまい、なんかジンガイかもって思ってたけど釣れねえなーって。状況的には絶対プテハシの方が黒いから。そうそうなのよね。そうね。釣れないわ。なんとなく不気味かもしれないっていうのはあるかも。初手で繋がってないと成立しないからね。そうね。うん、ハイブリさん隠してくれてんだろうなって感じだった。うわ信じればよかったプテハシを。でも初手で考えたら確かに、あのハイブリさんがシャワーまで行って死体ないって言ってるのがマットメイトだったらサポートになってるかもしれないですね。そうね。うん、むずいなそれは。むずいね。じゃあ行きますかね。はい、お願いします。実はおまおじ見えてなかったとか言えない。ただメインにね。